預金保険機構は日本の預金保険法に基づく認可法人。1971年7月1日、アメリカ合衆国における連邦預金保険公社をモデルに設立された。預金保険を提供すると、預金者等の保護と信用秩序の維持を主な目的とする。保証額もほぼ同様の預金者1人当たり1000万円。金融機関の顧客は、 保証額上限超過部分の預金については、信用リスクが存在するため必要に応じて、金融機関に対する信用調査の手数をかける必要があるが、保証額内の預金については、信用リスクが存在しないため、金融機関に対する信用調査の手数をかけずに、預金できる効果がある。政府と日本銀行と民間金融機関全体がほぼ同じ割合で出資している。 1996年までは、日本銀行副総裁が理事長を兼務していた。銀行法第2条第1項に規定する、銀行長期信用銀行法第2条に規定する、長期信用銀行信用金庫信用共同組合、労働金庫信用金庫連合会中小企業等、共同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う。 共同組合連合会労働金庫連合会、株式、会社商工組合中央金庫の林中央金庫、農業共同組合等は含まれず、別の農水産業共同組合貯金保険法を根拠法とする農水産業共同組合貯金保険機構によって保護される。郵便貯金の内優勢管理、支援機構が承継した定期性郵便貯金については政府保障が継続する。 また、日本政策投資銀行統制府系金融機関、及び外国銀行の在日支店、日本に本店を置く銀行の外国支店については、保証の対象外である。預金保険以降の業務は、以下の4つの内容に分けられる。破綻が起きた際に迅速に対応できるようにするための、取り組み破綻時の処理破綻処理後の回収、責任追求健全状態の金融機関に対する、 資金補強日本の金融機関で預金保険が使用される枠組みは預金保険機構が預金者に保険金を支払い一定額までの預金を保護する保険金支払い方式と資金援助方式の二つがある保険金支払い方式は預金保険機構が保険金で支払いを行う方式である保険事故保険事故には以下のものがある 1986年の改正預金保険法で導入された破綻金融機関での取引や、それに関わる事業を受け皿金融機関へ譲渡させる形式である。金融庁の判断により、破綻した金融機関に対して、金融整理管財人を送り込み、救済金融機関を選定し、預金保険コスト範囲内の資金援助や不良債権の買い取りを行う。 そして整理回収機構へ不良債権を譲渡させ、健全資産の受け皿金融機関への譲渡を行う、ことで預金者の保護を図る形式である。救済金融機関が、直ちに選定できない場合は、小型銀行を設立し、最小型金融機関を選定となる。資金援助方式による受け皿銀行への資金援助は、架空預金事件で経営が困難となった、東洋信用金行、 三和銀行が救済合併させる際に200億円を贈与したのが初例で、ついで以後主流となる営業上渡方式による資金援助は、釜石信用金庫の破綻勝利で、岩手銀行等へ行った260億円の贈与が初である。これ以前で、預金保険制度上の破綻金融機関1号となっている、東方総合銀行は贈与ではなく、伊予銀行に、 定理融資を行い法人ごと救済合併させた。2005年4月以降のペイオフ発動化で初めて保険金支払い方式が適用されたのは2010年9月10日に経営破綻した日本振興銀行である。デューディリジェンスが難航したことで受け皿銀行の選定が進まなかったため預金保険法の規定により2011年4月に承継銀行である。 第二日本承継銀行へ譲渡された。実際の譲渡までは、機構が金融整理管財人として直接業務に当たる。その後2011年12月、第二日本承継銀行は、イオン銀行に売却され、イオンコミュニティ銀行となった。その後2012年に、イオン銀行に吸収合併され消滅した。金融危機に際しては、 全額保護に近い形になることがある。1996年のいわゆるペイオフ凍結から当初2001年4月に予定していたペイオフ解禁までの間は残高に関わりなく全ての預金で全額保護が次元措置で行われ不良再建処理問題の深刻化により金融危機対応も高級立法された。その後、 ペイオフ解禁を1年に延長し2002年4月からと、したが債務超過状態で、事業継続が困難に陥った石川銀行、中部銀行やいくつかの信用組合、信用金庫が2002年2月まで破綻したことに、伴い、定期預金など貯蓄性のある預金は、予定通り、同年4月より、ペイオフ解禁となったが、普通預金と、当座預金類については、当面延期の形で、 再び凍結される。そして、同程度の規模の多項に対して著しく、自己資本比率が低下し、破綻寸前であった、リソナ銀行と足利銀行に対する再建勝利に着手したことで、破綻が懸念される金融機関は他にはないとされたことから、無理速ながら全額保護される、決済用普通預金の開発、導入を経て2005年4月より、 米オフ本格解禁とした。バブル経済下での銀行経営者らの法満経営による自己資本比率の低下と誤送戦断方式の解体により、同族経営職の強い第二地方銀行、信用組合や経営基盤の弱い信用金庫が次々と経営破綻した。これらの破綻金融機関は、預金保険機構が受け皿金融機関に対して、 資金援助を行い資本増強させた上で、預金全額と正常債券を譲渡させた。当初は、米オフ限度内の預金保険による負担に加え、受け皿の負担や、当局主導の法が調和方式の出資で、全額保護されたが、1996年5月以降は、預金保険法の改正で、次元的に導入された特別資金援助として、全額保護措置が行われた。 受け皿金融機関が決まらなかった、東京共和信用組合、安全信用組合、コスモ信用組合は、ブリッジバンクの東京共同銀行、半和銀行は払い戻しのみを業務とする、金預金管理銀行、傷信用組合、三福信用組合は整理回収銀行が、承継した。受け皿銀行として新たに設立された緑銀行と、並和や銀行については、 破綻した大日銀からの営業譲り受け後早々と、経営破綻し、都市銀行系の地方銀行に吸収され、実質上解体されることになった。都市銀行初の破綻となった北海道、拓殖銀行においても、資金援助方式での救済であったが、1998年以降、規模の大きな銀行に対しては、高校の国有化とみなされる手段が取られるようになった。 資金援助を受けて、受け皿銀行として新たに設立された、若塩銀行が、元親会社の三井住友銀行と逆さ合併を、実施して三井住友銀行へ、称号を変更したり、同じく新設の東京スター銀行が別の投資ファンドに買収されるなど、法人格を維持したまま資本構成が変化する事例も、見られる。日本長期信用銀行。 日本債券信用銀行の破綻処理に対しては、当時市場で流通していた金融債は預金保険の対象外であったため、預金保険では賄かないきれない巨額の負担を要することから、1998年10月に金融再生法と早期健全化法が施行された、両校はそれぞれ金融再生法上の特別、公的管理により、預金保険機構を通じて、 日本政府が全株を0円で取得となった。公的資金による不良債権負担を経て第三者へ譲渡された。金融再生法、早期健全化法は2001年3月までの次元措置であったことから2000年に預金保険法が改正されて102条が新設となり、金融危機対応会議も内閣府設置法に基づき設置された。金融庁の調査結果により、 預金金融機関が不良債権の増大により、自己資本比率が低下するなどして、経営危機状態に陥り、金融システムに対する影響が大きい場合は、金融危機対応会議を議長である内閣総理大臣によって、日銀総裁、財務大臣、金融庁長官、内閣官房長官らが内閣府へ招集される。この会議において、我が国または、 当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずる、恐れがあると判断された場合、預金保険法102条1項に規定された措置が認められ、これによって金融機関に注入する資金は金融危機管理官定から拒出される。金融危機対応会議は小泉内閣時代の2003年に、 理想な銀行と足利銀行の適用に関して実施されたのみである。なお、2号と3号での破綻金融機関とは、預金等の払い戻しを停止する恐れのある停止した金融機関である。シャドーバンキングシステムの関わる市場型の金融危機器に対応するために、預金保険の対象外のものも含む破綻に瀕した金融機関等に対して、 預金保険機構が介入して、金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び、負債の秩序ある処理に関する措置を行う、法整備が進められた。また、これらの認定がされたとき、処理コストを債権者に負担させるためのベールインと呼ばれる債権の株式化や株式の消却等を行わせることや、承継銀行に類似する特定承継金融機関の 設立ができるようになっている。これのために第一から第五の日本特定承継株式会社が子会社として設立されている。2014年9月30日現在株式会社整理改修機構を通じて28の金融機関に総額9963億円の公的資金を投入している。振り込め詐欺事件が相次ぎ現行法では 被害者救済が難しいため、犯罪利用預金口座等に係かる資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律が成立し、2008年6月に施行された。この法律では、金融機関は振り込め詐欺に用いられた恐れのある口座を凍結できるが、預金保険機構は、その口座のうち振り込め詐欺に用いられたと見るべき、相当の理由のある、 口座情報を広告する。平成金融危機に伴う経営破綻前の銀行における不良債権の回収で暴力団等の反社会的勢力による回収妨害が問題になった。このような債権は回収に費用がかかるため放棄もしくは諦めることが多く不良債権自体反社会的勢力の資金源になるだけでなく、 債権を返済した企業にとっては公平性を損ない、法の支配の根幹を揺るがすことになる。このことから、預金保険機構及びその債権回収を行う整理、回収機構では、預金保険機構の持つ、買い取った不良債権に対する財産調査権を使い、治安当局と連携することでこれらの債権を、再三度外資で回収を行ってきた。2011年に、 銃銭等の処理を集結させるに際して、このような再建の回収は、民間では十分に行われないと見られることから、暴力団や総会や絡みの再建や、回収妨害の見込まれる再建を、特定回収困難再建と位置づけ、預金保険機構は引き続き買い取りを行い財産、調査検討を行使し、整理回収機構で回収が行えるように、預金保険法が改正された。 ありがとうございます。